東京での生活が始まるわけですよ。佐賀って車文化ですから、はいはいはい、あとまあそんなにあの人もたくさん多くないわけですよ、うん、でその生活がいきなり180度変わって、仕事もしなきゃってことで、うん、それこそ錦糸町のフランス料理のウェイトレスの仕事を見つけて始めたんですよ。朝のラッシュ、もう寿司詰めのラッシュなんて経験したことないわけですよ。それをこう、車やったから、うん、あの僕はその時はもう何でも仕事なんてないから家で ずっと実況パワープレイケルとかまあもうでもそんなもんですね芸人の人って。ある日早退して帰ってきたんですよ、うん、どうしたの？ちょっとお腹が痛くてって、うん、あ、そうって言って大丈夫なの仕事って言ったら、いや、一応早退してきたって言って、で、また次の日も帰ってきて、あ、これ結構ちょっとやばいかもしれないって言うから、うん、あれ？こっち病院行こうかって言って、うん、病院行ったんですよ、うん、そしたらストレスとかと環境のあまりの変化とストレスとかそういうので、うん、あの子宮の、うん、病気になっちゃったんです、うん、あら、ストレスでそういうのがあったんですね、うん、ほんならな、うん、それで僕は医者先生に呼ばれて、うん、結構あの大変なあれだから、うん、あの本当にあのどんな生活 されてたんですかみたいなこと言われて、うん、それであのなかなか妊娠とかも子供ができないかもしれない、子供がね、できにくいって言われちゃったりとかして、うん、治す方法としては男性ホルモンを投与するっていう、うん、のがあるんですって、子宮内膜症、子宮筋腫とかの合併症とかになっちゃってて、うん、それで、男性ホルモンを打つか、うん、あとはその、まあ、妊娠妊娠って胎盤がどんどん落ちるじゃないですか、うん、それとともにこう病気っていうのはこう落ちるから、落ちる、ただやっぱ妊娠しづらいから男性ホルモンって言われたんですけど、うん、でもめちゃくちゃ反省してっていうか、うん、俺が東京に呼んじゃって、そうですね、そんなような形で佐賀に返しちゃったら、俺はもうやばいと思って、うん、どうしようっていう、そのぐらいからもう本当にもう実況プラプラやってるとこじゃないってなって、結構本気でケツに火がつき始めたのはその時なんですよ。それで、うん、まあ妊娠もう病気治したいって気持ちもあったので、うん、どうにかね妊娠しないかなっていう、そうかそうか、やってたんですけど、うん、なかなかやっぱできないってね、うん、思ってたし、できなかったんですよ、なかなか、うん、で、そうしたらある日、うん、自分の営業が帰ってくる時で、うん、なんかドアのノブ開ける瞬間になんかあって、なんかあったんですよ、すごい、なんかあれみたいな、でガチャって開けて、パッて見てできたって僕言ってるんですよ。えっ、うん、ほんでなんで分かったの？すごい。なんかあの、なんかいつもと違う空気感というか、うなんかこれ今日違うなみたいな。そしたらちゃんと元気が、今の元気君がこう、なんかできてっていう感じで、よかったなって、まあ、で、まあ、病気も良くなって、うん、そうだね。